第17回スーパーボウルは1983年1月30日にカリフォルニア州パサデナのローズボウルで行われた17回目のスーパーボウル。AFC チャンピオンであるマイアミドルフィンズと NFC チャンピオンであるワシントンレッドスキンズの対戦。レッドスキンズがドルフィンズを27-17で破って初のスーパーボウル制覇を果たした。MVP は当時のスーパーボウル記録となる166ヤードを走ったレッドスキンズのランニングバックであるジョン・リギンズが受賞した。テレビ中継は NBC が担当した。1979年3月13日にホノルルで開催されたオーナー会議において第17回スーパーボウルをパサデナで開催することが決定した。この大会はジャンボトロンが初めて設置されたスーパーボウルとなった。スタジアムの北東部の最後列の座席の上にソニー製のオーロラビジョンが設置された。57日に及ぶ選手会のストライキにより、1982年シーズンの試合は16試合から9試合に減らされた。この試合数削減の影響から、プレーオフは各地区の優勝チームとワイルドカードが進出する従来のシード制から、各地区での順位を無視して、カンファレンスの上位8チームが進出するトーナメント制に変更された。このルール変更により、レギュラーシーズン最後の試合が12月26日から1月2日まで延長され、初めて1月までレギュラーシーズンが行われることとなった。ストライキで短縮されたこの年、前年のスーパーボウルチャンピオンであるサンフランシスコ、49ersは3勝6敗。バッファロービルズ、ニューヨークジャイアンツ、フィラデルフィアイーグルスもプレーオフ出場を逃した。4勝5敗のクリーブランドブラウンズ、デトロイトライオンズがプレーオフに進出した。レギュラーシーズンで負け越したチームがプレーオフに出場するのは初めてのことであり、以後2010年にシアトルシーホークスが7勝9敗でプレーオフに進出するまで負け越しチームがプレーオフに出場することはなかった。前年就任したジョー・ギブスヘッドコーチは開幕から5試合すべてで敗れた。チームには26人のフリーエージェントで獲得した選手がおり、このうちの14人は NFL ドラフトで指名されなかった選手であった。このスーパーボウルはレッドスキンズにとって第7回でドルフィンズに敗れて以来2度目の出場であり、スーパーボウル史上2度目の再戦となった試合である。レッドスキンズはストライキで短くなったシーズンをリーグ最少128失点の守備で8勝1敗の成績で終え、NFC1位の成績でプレーオフに進出した。レッドスキンズの QB ジョー・サイズマンはパス252回中161回成功、2033ヤード、13タッチダウンで NFC の QB レーティング1位を記録し、ランでも150ヤード稼いだ。パス攻撃では、チャーリー・ブラウンとアート・モンクが活躍し、ランでは、ジョン・リギンズが8試合で553ヤード、3タッチダウンとチームを引っ張った。これらの攻撃は、強力なオフェンスラインに支えられており、このオフェンスラインは1980年代から1990年代初めにかけてリーグを席巻し、ホグスという愛称で知られている。レッドスキンズの守備は、身長201センチ体重134キロのデーブ・バッツが率い、バッツとラインを形成したデクスター・マンリー、トニー・マギーとレギュラーシーズンで、それぞれ 6.5 サックを記録し、セカンダリーは、バーノン・リーン、ジェリソ・ホワイトが、それぞれ3インターセプトを記録した。レッドスキンズは、スペシャルチームにおいても特筆すべき選手を擁していた。マーク・モーズリーは、18回の、ポイントアフタータッチダウンを成功し、21回中20回のフィールドゴールをレギュラーシーズンで成功し、プレースキッカーとして初めて NFL の MVP に選出された。キックリターナーのマイク・ネルムズは、キックオフパントを合わせて809ヤードリターンした。ドルフィンズはストライキで短縮されたレギュラーシーズンを7勝2敗で終え、AFC2位でプレーオフに進出した。ドルフィンズの原動力は守備にあり、11人の先発のうち6人のラストネームが B から始まる名前であったので、キラー B という愛称で知られていた。プロボウル選出の DT、ボブ・バウムハウアーが率いるキラー B は、レギュラーシーズンをトータルヤード、パスヤードのリーグ最小ヤードに抑えた。LB、AJ デューイは、パスカバーやブリッツ等、パスプレーに非常に効果的な選手で、CB ジェラルド・スモール、ドン・マクニールや S のブラックウッド兄弟と共に、トータルで11インター。しかし、ドルフィンズは、パス攻撃では、精彩を欠き、QB デビッド・ウッドリーが、リーグ最下位の1401ヤードにとどまり、8タッチダウン、13インターセプトを記録した。パス攻撃で精彩を欠く中、細やかな希望は、WR のジミー・セファーロや、ダリエル・ハリスの平均レシーブヤードが共に15ヤードを超え、相手チームにロングパスの脅威を与えたことであった。一方、ドルフィンズの攻撃陣は、ランプレーに強みを持っており、リーグ3位の1344ヤードを記録した。プロボウル選出の RB のアンドラ・フランクリンが、チームトップの701ヤード、7タッチダウンを記録し、トニー・ネイサンが233ヤードを、ランで稼いだほか、パスターゲットとしても活躍し、QB のウッドリーも207ヤードにタッチダウンを獲得した。ドルフィンズのランプレーを牽引したのは強力なオフェンスラインであり、後に殿堂入りしたドワイト・スティーブンソンやプロボウル選出のボブ・キューヘンバーグやエド・ニューマンがラインを形成していた。レッドスキンズはプレーオフではデトロイト・ライオンズに31-7、ミネソタ・バイキングスに21-7、ダラスカウボーイズに31-17で勝利してスーパーボウル出場を決めた。33歳のジョン・リギンズはレギュラーシーズンでは平均3ヤードほどしか獲得していなかったが、プレーオフでは合計444ヤードを獲得、3タッチダウンを挙げた。またプレーオフ全試合を怪我で欠場したアート・モンクの代役で起用されたアルビン・ギャレットは、レギュラーシーズンでは1回しかレシーブしていなかったが、プレーオフ3試合で合計13レシーブ、231ヤード、4タッチダウンを挙げた。ドルフィンズはプレーオフではニューイングランドペイトリオッツに28-13、サンディエゴチャージャーズに34-13、ニューヨークジェッツに14-0で勝利してスーパーボウル出場を決めた。チャージャーズ、ジェッツとのプレーオフ2試合でドルフィンズのパスオフェンスは平均242ヤードを獲得した。プレーオフ3試合で12インターセプト、特に直近の2試合で5インターセプトずつ上げているドルフィンズが有利と予想された。他にもレッドスキンズのロースターは45人中26人がフリーエージェントで契約した選手であり、そのうちの14人はNFL ドラフトで指名されたことのない選手であったこと、レッドスキンズの選手のうち、前年までにプレーオフ経験のあった選手は10人だけであったこともその理由として挙げられる。全米では NBC がテレビ中継を担当、実況をディック・エンバーグ、解説をマーリン・オルセンが担当した。また試合開始前、ハーフタイム、試合後の放送にアーマド・ラシャドが出演した。ニールセンによる視聴率は 48.6% となり、それまでのスーパーボウルの視聴率としては第16回の 49.1% に次いで2番目に高い数字となった。NBC ラジオでは実況をジャック・バック、解説をハンク・ストラムが担当した。試合開始前、ハーフタイム、試合後の放送にアーブ・クロスが出演した。また両チームの地元ラジオ局でサム・ハフ、ソニー・ジャーゲンセン、ハンク・ゴールドバーグが出演した。試合終了後、NBC は特攻野郎 A チームを放送するスケジュールとなっており、同番組に出演するミスター T はスタジアムで試合を観戦した。イギリスでは1982年11月2日に開局したばかりのチャンネル4によって初めて生放送で放送された。カナダでも CTV によって生放送が行われた。試合開始前、1983年1月26日に亡くなったアラバマ大学の偉大なヘッドコーチ、ベア・ブライアントへの黙祷が行われた。ドルフィンズのスティーブンソン、バウムハウアー、マクニールはアラバマ大学時代にオールアメリカンに選ばれており、レッドスキンズのウィルバー・ジャクソンはアフリカ系アメリカ人選手として初めてアラバマ大学で奨学金をもらった選手であった。地元ブラスバンドの演奏後、レスリー・イースターブルックがアメリカ国歌を斉唱した。コイントスはプロフットボール殿堂入りしているレシーバーエルロイ・ハーシュによって行われた。ドルフィンズのキャプテン、キューヘンバーグはテイルズを選択し、コインはテイルズとなったが、表裏が似たコインであったためレフェリーのジェリー・マークブライトはコールをミスした。ヘッドラインズマンのデール・ハマーも含めた協議が行われた結果、レフェリーはキックオフ前にコールミスを認めて、ドルフィンズに選択権を与えた。ハーフタイムショーは、ボブ・ジャニによってプロデュースされ、地元のドリルチームが出演した。ドルフィンズのデビッド・ウッドリーは当時、スーパーボウル史上最年少で先発出場した QB となった。第1球開始早々、ウッドリーはジミー・セファーロに76ヤードの TD パスを決めて7-0と先制した。その後、マーク・モーズリーとウーベ・フォンシャーマンが共に FG を成功させた。第2球終盤にジョー・サイズマンからアルビン・ギャレットへの4ヤードのタッチダウンパスが決まったが、その直後のキックオフリターンで、ドルフィンズのフルトン・ウォーカーが98ヤードのキックオフリターンタッチダウンを決めて、前半は17-10とドルフィンズがリードしてハーフタイムを迎えた。リギンズの43ヤードの TD ラン第3球に、モーズリーの20ヤードの FG で、レッドスキンズは17-13と4点差に迫った。第4球残り10分、第4ダウン残り1ヤードで、サイズマンがリギンズにボールをハンドオフ。ハーフバックのジョン・ウォンズリーとホグスの2人、ジョー・ジャコビー、ラス・グリムによってできた左サイドの大きなホールに6フィート2インチ、240ポンドのリギンズが突進、リギンズの前に塞がったのは5フィート11インチ、185ポンドと小柄な CB ドン、マクニールだけであった。ディーゼルと呼ばれたリギンズはマクニールのタックルを寄せ付けず、43ヤードを走り、タッチダウン。レッドスキンズが20-17と逆転した。43ヤードのタッチダウンランは、その時点でのスーパーボウル最長記録であった。その後レッドスキンズは、チャーリー・ブラウンへの6ヤードのタッチダウンパスで、追加点を挙げて27-17で勝利した。レッドスキンズがチャンピオンとなったのは、1942年以来のことであった。サイズマンは、パス23回中15回成功。143ヤードを獲得にタッチダウンを挙げた。チャーリー・ブラウンがチームトップの6回のレシーブで60ヤードを獲得した。リギンズは NFL トップの守備を誇るドルフィンズに対して、この試合で共にスーパーボウル記録となる38回のランで166ヤードを走るなど、スーパーボウルも含めて、ポストシーズン4試合で136回走り610ヤードを獲得した。プレーオフ4試合で全て100ヤード以上走ったのは彼が初めてであった。パワーではなくクイックネスが持ち味のドルフィンズの守備陣はホグスに圧倒された。デーブ・バッツ、ダリル・グラント、デクスター・マンリー、ニール・オルケウィック、マーク・マーフィーらレッドスキンズのディフェンスはドルフィンズのオフェンスを合計176ヤード、ファーストダウン9回と抑えた。後半ドルフィンズは後半11本のパスを1本も通せず合計34ヤードに抑えられた。ウッドリーはジミー・セファーロに76ヤードの TD パスを決めたが、その後10本連続でパスを失敗、交代出場したドン・ストロックも1本もパスを決めることができなかった。試合終了後、ジョー・ギブスヘッドコーチはロッカールームでロナルド・レーガン大統領から祝福の電話を受けた。ストライキにより試合数が大幅に減ったため16チームによるトーナメントでプレーオフが行われた。ありがとうございます。